はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。大学入試の実況プレイやっていこうと思います。今回は特にリクエストの多かった2020年早稲田の商学部の数学の問題やっていきます。まあ早稲田といえばね、私学の優の一角をなす大学でして、学問はもちろん国際交流ね、あとスポーツもねすごくね盛り上がってる大学ですね。でその中でですね、商学部の問題、文系ですよね、文系にも関わらずめちゃくちゃ難しい問題を出すらしいんですよ。僕ねリクエストがねたくさん多かったので、なんでだろうって調べてみたら、どうやらね、各予備校がこんな難しすぎてね、数学はねもう解くもんじゃないみたいな感じでね言ってるらしいですね。だからね、僕、解けるかちょっとね不安ではあるんですけど、でもねワクワク楽しんで解いていこうと思います。それでは実況プレイ始めていきます。今回はね、カッコ1からカッコ4、小問集合ですね。小問集合がかなり難しいらしいんですけど、ちょっと楽しみですね。カッコ1、MN を正の整数とする N 次関数 FX が次の等式を満たしているとき FX イコール何とかである。ね、積分方程式か。積分方程式。ここにね、X があるからね、微分するのが常識ですよねって思ったけど、微分はね、文系だからね、これできないですね。数三の範囲だから。ということは、何をするんだ、実数を決めていくのかな、実数。FT、NG、m-1g だから n たす m 字だね、左辺。まあこういうね、次数決定は定積ですね。これ nm 字か。だから n たす m イコール nm だから、n-1m-1 イコール1って因数分解できるのか。で、n イコール2、m イコール2か。こんな感じ。だから fx が2次で、m ここは2次になってるってことだね。で、次。ここまでは定石通りで、そっか、x イコール0を代入すると、ここが0になるから、f0 が0っていうことが分かるのか。そうすると、fx が ax2 乗です、bx。あとはね、多分、次数決定、方程式の問題でね、処理するのが早いかなと思うけど、どうなんだ。で、ax2 乗です、bx の2乗か。これあとは解いていくだけかな。こういうね、ここの問題は難しい方なのかどうかわからないけれども、x の方くくって、こっちで3分の 1ax の3乗足す2分の 1bx の2乗。で、ここ t の方が、なんだ、4分の 1at、t じゃない、x4 乗。なんか複数ね、文字あるとね、どっちがどっちだっていうふうになりますよね。イコール、これ処理すると12分の 1ax4 乗。足す6分の 1bx3 乗か。でこれが a2 乗 x4 乗足す 2abx3 乗足す b2 乗 x2 乗と同じだから、比べて b イコール0で、ここ消えるのか。で a が0か、12分の1かな。だから、bfx は0、0はダメだね、 mn が正の整数、12分の 1x2 乗と。はい、こんな感じ。よし、カッコ1いけた。はい、これがね、一番最初の問題っていうのがエグいですよね。整数 ABC で次の条件1、2、3を満たしている。1、2、3。なるほど。A たす B たしっていう最小値。ABCD、なるべく小さいものね、3、4、5、6みたいな感じ。で、A-D、B-C が3の倍数だから、これね、3、戻3で考えますよね、どうせ。で、カッコ3がね、厄介ですね、これ。C の A 乗引く B の D 乗が3の倍数でない。こういうね、汚い問題はね、大体ね、後回しにするって感じだと思うんですけど、でも、モッド3で考えると、これ B と C 一緒なのか。そうすると、そういうことか。B と C が法のもとに0、1、2と合同だとすると、法のもとに平等ってね、憲法14条ですね。C の A 乗引く B の D 乗、これはね絶対3の倍数になっちゃうから、2、2か、2はマイナス1って置き換えられるから、A と D の偶記が異なるということかな。で、かつ B と C がモード3、これもう勝ちですね。3をねこういうふうに言い換えられる、なんか複雑なものってね、どうやって言い換えられるかなっていうふうに考えればねいいんですよね。で、2があって、だからあとはね、AD モード3っていうことを考えていくと、ここだよね、ここ、これ見てあげると、
例えばじゃあなるべく A たす B たす C たす D 小さくなればいいから A が3ときは D は3、6、9、12、だから6とか12とかねいう感じかな。3の倍数、あ違う間違えた、うん、合ってるか。で B と C が2に合同なんでね、だから5、8とかかな、5、8、3、5、8、12が多分一番ちっちゃい気がするんだけどな。まず5、8は絶対小さいじゃん、 B と C 法の2で。で差はね3になることないから9か、だから合ってるね。3足す5足す8足す12だね。でこれ計算すると28か。はい、こんな感じで括弧に。いやでもこれ難しいね。 C の A 乗引く B の D 乗っていうところがね難しいなと思いますね。括弧3、次の条件1にも満たす実数 C だと数列 A でも考える。はい、まあね、あと2問なんですけど、全化式の問題か。 A 値はタンジェント C みたい。 A2000 に、あなるほどね、これを使って確定させるんだな C と。で、すべての正の接線に対してこれとこれだから、まあこれが全化式になってる。まあね、全化式っていうか、まあこれ加法定理っぽいなってパッと見思うんですけど、分かんなかったら代入してみるんですよ。でこれタンジェント 2θ になってるから、まあタンジェント nθ になるんですよね、きっと an が。はい、 a のタンジェント nθ、 もう加法定理っぽい。まあね、証明は数学的機能法でできる。じゃあ an がタンジェント nθ だとして、だからタンジェント 2020θ が0だから、 2020θ が nπ だから、 θ は2020分の nπ なのか。で、θ の最小値2020分の π ってやりたいんだけど、あれだよね、多分ね、タンジェント nθ が全て、定義域だから、n が2020までの間で、あれか。あ、そういうことか。θ、ん？ nθ が n たす2、k たす2分の 1π になっちゃいけないのか。まあだから定義域ね、2分の π、 タンジェント2分の π っていうのはないからね。そうすると、これが絶対に、ん？ 2020 分の nπ のなんとか倍か、2020分の nπ かけるなんとか、まあなんとかが、m プラス2分の 1π みたいな感じになっちゃいけなくて、2020分の n のなんとか倍 x が変わって m.5 みたいにならないってことは、あ、だからここがね、偶数になっちゃいけないから、ここ4、だから505分の π かけるなんとかっていう風なのか。これが絶対 m プラス2分の 1π にならないからね。だから505分の π かけるラージ x で505分の π が答えになりそうな気がするけど、あとね、この an がタンジェント θ 分の1にならないってことを、まずね、さらに言わなきゃいけないのか。で、an505 分の π かけるラージ x っていうのが、さらに、タンジェント、2分の π 引く θ かにならない。はい、これね、あの、なんだっけ、位相の変化の部分はしっかりあの別の動画で解説してるので見てください。先でね、ちゃっかり505分の π かけるラージ x のタンジェント2分の π 引く θ だから2分の π 引く θ 足す nπ にならないってことか。ん？あ、そうか。で、ここがね、505で、ここが θ になったのか。ここが θ か。お、こんがらがってきたぞ。ここが θ だから、 θ かけるラージ x プラス1が n プラス2分の1にならないということか。で θ は505分の π っていいのかな。505分の、あ、そっか、あ、なるほど。はい、505分の π で正解なんですね、きっと。うん、505分の π、 何が何ほど、なるほどかというと、 an がタンジェント θ 分の1じゃないっていうのは、でタンジェント2分の π 引く θ だから、これ次にタンジェント2分の π になっちゃうんですよ。 an がこれだったら an プラスじゃこれになっちゃって、さっきの定義域に含まれないっていうのだから、これってさっきのこのここで考えてたやつと一緒だなっていうところに落ち着いて、じゃあ結局505分の π でいいじゃんって話になったという話ですね。はい、次いきます。四面体 OABC によって COSOB が5分の1 COSOC がマイナス3分の1であり、面 OAB と面 OAC のなすことは2分の π である。 COSBOC は何とかである。OABC で COSAOB が2分の1 COSAOC、 ここも書くのか。で、面 OAB と OAC だから、あ、こういうことね。ここは垂直なのか。ここは垂直？なるほど。
まあ、BOC、ここの角度か。てか、ここの面と面のなす角がね、何度っていうのは結構難しいですよね。まあ、D とか置いて、ベクトルで処理してあげるのかな。でも、垂直だから、一旦ね、座標で置いてみようと思います。座標で置いてみる。まあ、わからんが、ここを置いてするとどうなんだ ?A、B、あ、B、どこかないか。AOB が5分の1。コサイン AOB が5分の1。ここら辺で、AOB と OAB と OAC のなす角が2分の π だから、ね、この X セット平面に、ね、置けるわけですよね。C。さらに AOC がマイナス3分の1だから、ここら辺が同角になってるね。C。で、この時 BO と OBC。さらに BOC のことか。だから、結局、こことここの直線か。まあ、A っていうのがこの X 軸っていう風に置き換えればよくて、X 軸とこれ、サイン AOB が5分の1だから、これだから5対1でね、だからこれ2ルート6だよね。で、ここが AOC の部分がマイナス3分の1だから、ここが3対5、まあ、マイナス1ってやるか。で、ここ2ルート2みたいな感じになってればいいんだよね。で、BOC、だからここ、ぶっちゃけ B がここだろうが、ここだろうが、ここだろうが、何でも変わんないから、じゃあもう1、2ルート6、0っていう風にしちゃって、C の方、マイナス1、0、2ルート2っていう風に置いちゃえば、もうあとはベクトルで処理できますね。コサイン BOC は、OB の大きさ ×OC の大きさを、OB ベクトルと OC ベクトルの内積だから、マイナス1か、マイナス15分の1。こんな感じかな?はい。終わり。これでね、多分4問ね、解き終わったということで、小問集合。はい。合ってると思うんだけどな。ちょっと一応答えまとめると、マイナス15分の1がカッコ4、カッコ3が505分の π、カッコ2が、28、カッコ1が12分の 1x2 乗。ということでね、答え見ていこうと思います。12分の 1x2 乗と、なんだっけ、28と505分の π と、マイナス15分の1かな。じゃあ、途中式がね、ずらーっと書いてあるんですけど、四角1が、12分の x2 乗、12分の 1x2 乗合ってますね。で、四角2が28合ってるね。で、四角3が、式長えな、505分の π。505分の π、うん、合ってる。四角4がマイナス15分の1。いいっすね。はい。ちょっと、どういう風に解いてるか。でもなんか、難しそうなんだっていう感じですね。はい。とりあえずね、無事全問正解できました。はい、何分ぐらいかかったんだろう。ちょっとね、後で動画の長さ見てみるんですけど、4問ね、あっという間でしたね。解いてる感触としては結構時間かかってるかもしれないけど、まあそのぶっちゃけね、難しいですね。普通にこれまずパッと見て汚い、でもまあ字数をね決めて方程式に落とし込んでいくっていうのはもう鉄板中の鉄板の考え方で、これはまあ3の倍数に着目だから、戻さんで考えろって。でも合同式ってね、一応発展の話だと思うんですけど、まあ合同式ちゃんとね勉強した方が得って感じですよね。でそれに気づけばまあなんかいけるっちゃいけるか。カッコさん、まあ加法っていう感じで NC だっていうのはねすぐ分かるっぽいんですが、このねこの条件か、タンジェントシータ分の1じゃないよっていう条件をどう処理するかがちょっと難しいかな。ちょっとここら辺ね、省略しちゃったんですけど、省略しちゃったのはね、どっかでね、また詳しく話せたらいいかなと思います。カッコ4。カッコ4は、ベクトルで処理するとね、結構めんどくさいっていうか、面と面をね、のなす角っていうのは結構難しいですよね、考えるの。一応できるっちゃできるんですけど、そこを座標で置いていくことによって処理していったって感じですね。はい。総評としては、かなり難しいけど、割とね、定石に従っていけば、できなくはないなっていう感触ですね。はい。ということで、和声章の問題解いていったんですけど、皆さん、どれぐらいできたかっていうのをぜひコメントでね、教えてください。他にもこの入試実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄だったり、あと Twitter やね、インスタの DM 等で教えてもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。